ゴールキーパー松原、フォーバック右から黒石、大野、池谷、杉井、ダブルボランチ小賀と加藤、サイドハーフ右に田中、左に忽那、ツートップ浮田と三田です。ゴールキーパー大久保、フォーバック右から西、大和、深津、高橋俊樹、アンカーに深川、インサイドハーフ新里と中村、ウィング右に鏡、左にオタボー、ワントップ佐藤です。ボランチ新里からリーチを落とした鏡、佐藤美優左足、佐藤美優のシュートでした。新里からのボール落とした鏡、その後利き足とは逆、左足で佐藤美優が狙っていきました。画面から中央跳ね返したボール、ダイレクトシュート狙っていきました。鋭いシュートでしたが枠内にはいきませんでした。鏡からのボール、跳ね返ったボールをダイレクトで中村が合わせにいきました。西を使っていきます。宮崎に出していく、ヒールでつなぐ、浮き球供給、ヘディング合わせていきました。ビッグチャンス作っていきました、佐藤美優です。高木監督、セットプレーがまず課題というふうに話していましたが、一つ守り方を変えてきました。外からクロス入れていく、ダイレクトシュート合わせていきましたが左に逸れています、古賀です。ファーサイド、大久保パンチング、流れたボール、田中回収です。田中からファーサイドヘディング、深川、そして松原幸喜が近くに進みます。直接狙ってきた深川のシュート、ここは松原颯太を抑えていきました。右からの揃い、浮田の前で跳ね返します、オタボーに渡る、新里からオタボー、オタボー1対1、松原の寄せ、松原よく抑えました。新里から左にさばいていくオタボーです。オタボーケネス、シュートを放っていく、ここは松原颯太のセーブです。岩手とするとマイボールを保持している中で得点を決めていきたいところです。両チームとも直近4試合勝利がありません。白星を渇望する両チームの一戦です。新里、そして走り込んでいた鏡を使っていく、鏡、大野1対1、鏡の左足、岩手チャンス作っていきました。右サイドからの崩し、黒石前を見る、浮田健生抜け出した左足、ビッグチャンス決めきれず、浮田健生です。長野ファーサイド合わせていった、ここはファールがありました。外からのキックでした、ターゲット復活、岩手ボールの再開です。大久保からのフィード、直接ライン終わりました。そしてここで試合終了のホイッスルです。長野と岩手の一戦は0対0のスコアレスドローとなりました。長野とすると昇格戦線に食らいつくための正念場、今節積み上げたのは勝ち点1でした。
一方の岩手連敗ストップ、4試合ぶりに勝ち点をつかみました。アウェーで価値ある勝ち点をつかんでいます。